はい、というわけで今回はスナイパー無双を目指してをやっていきます。でね、今すぐ近くに弟がいますので、はい、というわけでね、弟モダコンは未経験者なんですけども、まあ、一応近くにいるという感じになります。でね、今回はね、クランの人たちと一緒にやっております。はい、というわけで、まあ紹介は、はい、でですね、多分また出てきますよね、何体か。ここからです。はい、できないよね。結構いますね、この辺に。いや、すげえ、めっちゃいる。あ、広場にいますね。今回はちょっと今ね、結構夜に撮ってるんで、結構暗い動画的なね、扱いになるかと思うので、そこの方はよろしくお願いします。まあね、結構ね、こういうちょっとラフな感じでやっていきたいと思います。はい、ね、やばい。めっちゃ人いるやん。はい、どういう感じで、そんな感じで、今日はちょっとあまり喋れませんね。静かな声で、やっていきたいと思います。でですね、敵がいませんね。敵出てこい。敵が出てこないぞ。リスポンチタイムがかかった。後ろから、倒されてました。もうあまりいない感じですね。敵の姿が見えません。で、EMP ストライクは。あれ仲間だった。敵が出てこない。敵が出てこないので、思っててもしょうがないですよね。でも、ここで戦うのが一番面白いんですからね。あっちで今、交戦中ですけど、ちょっと向かいましょう。ちょっくらちょっと移動して、しつつ、ちょっと戻ってくるみたいな感じにしてみましょう。今一応ここ結構無理やり取りに行ったって感じですね。はい、敵がいないですね。敵がいないな。やばい。ナイス、さすが。
いや、皆さん本当にうまいですからね、SFGP の他のクランの方。はい、タレットが反応してるんですけど、いるじゃないですか。よいしょ。あ、仲間、倒されたかな？まだ生きてるか。じゃあまずちょっとリコンさせていきましょう。やばいやばいやばいや、後ろにいるよ。後ろにいるよ。ああ、ちょっとね、結構ラグがあったんですけど、普通にできるで。はい、ではね、はい、こう来ましたね、こう来ましたね。どこだ、そこか。倒されてる。いただき。よし、重いけど倒した。あれ、あ、間違えた間違えた、ここタレット設置した。めっちゃすげえ位置にタレット設置しちゃって。ですね。結構やっぱね、仲間が強いので、はい、こんな感じでいつもやってるって感じですかね。ちょっと現れましたね。どうでした？よし、倒した。はい、こんな感じになります。 SFGP、 はい、こんな感じですね。結構ね、声小さめにやっております。はい、こんな感じですね。今日はですね、次クランで集まってですね、まあ、やってるという感じになります。普通はですね、まあ、適当にいつも本当はチームバトルっていうんですかね、チームバトルを適当にやっていつも動画を投稿しているのですが、まあ、今回はこのように特別にクランでやってる動画となります。そして屋上ですね。屋上はですね、エニシはエニシなんですけど、ロードアートの1、2がどっちもエニシで、サブも全部一緒なんですけども、スコープか CTS スコープか、あと LCD サーマルかっていう感じで分けて、使い分けています。まあ、屋上の場合は LCD サーマルでやっていきたいと思います。はい。でね、屋上は結構開けているので、ドローンと空爆と爆撃機。そしてですね、こちら、ロードアウトが入りました。はい、えいし。ではね、やっていきましょう。ですね。あっと、セリングライン。このキルサインがすごいな、これ。羊がサングラスかけてる。よいしょ、危ねえ、危ねえ。いやー、ちょっと待って。まあ、普通に登っていきたいんですけど、多分今こっち側はそんなじゃないんじゃないかな。結構いるじゃん、いるじゃん。よし。イェッツ。これ絶対今の子供知らないシリーズ。危ない危ない。どんだけ投げてる。ちょっとどんだけ投げてる。あ、一応ね、こう倒したんですよね。そうですね、これ。サブレ。サバエ。よし。じゃあ、普通にね、ちょっと集中。でですね、iOS の方だけですね、モダコンのアップデート来たようですね。なんか、動画見たらですね、まあ、いろんな武器の追加とかいろいろあるんですけど、自分が気になったのはロードアートの、まあ、4から5まで追加されてる点ですよね。まあ、ロードアート追加は何が嬉しいかって言っても、やっぱり、言うまでもなく、アサルトのとこを今削ってですね、出しているので、そのアサルトを削らなくても済むっていうところがね、と言っているけど、ここっちにもいたー。よし、空爆。今は無理か。こっちは LCD サーマルというね、強い味方がいるんで、よっしゃ。爆撃行きたいね。
爆撃行きたいね。ちょっと待って、投げないで。爆撃行きたい。普通に爆撃行きたい。じゃあ、普通に、今ちょっとこれ、今ちょっとね、受け身になってるんで、はい、爆撃機、発動できますね。ちょっと待ってください、これ一回爆撃機出したいですけど、くらい、爆撃機。よし、行きましょう、爆撃機の威力を味わって、あ、食らってない？食らってない？ここまで食らってない。アクリル級初めてですよ。ちょっと待って。全然食らってねえじゃん。全然食らってねえじゃん。爆撃。ちょっとせっかく出したのに何ですか、この仕打ちは。人出てきてないな。人が出てきてない。全員地下にずっといたのか。そりゃ助かるわな。反対側チェック。大丈夫ですね。こっちから行きましょう。いやー、せっかく爆撃機まで行ったのに爆撃機がね、発動しないっていうのはすごく残念ですね、これは。よいしょ。はい。敵がいないぞ、これは。だから、いつでも俺の反対側にいるよね、これ。多分敵この辺に多いんですよ。この辺に多いんですよ。これ来たでしょ、これ来たでしょ。バーン。全然来ない、全然来ない。え？あ、全員地下なのね。全員地下の。ダメじゃないですか。見せどころなしですよ、これじゃ。はい。ということで、ちょっと見せどころなさすぎるんで、バンバン殺していきましょう。そうですね、人がいないんだな、本当にな。ちょっと散策してですね、くる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 回って。ちょっと待って。ですね、よいしょ。全然人がいないですね、これ。死ぬな。俺がやるぞ。あ、くそ。多分登ってくるんじゃないかな。登ってこないか。じゃあこっちの方から。登ってくるんか。はい、というわけで結構静かな感じでやっておりました。どうでしょうか。はい、というわけでね、今回のスナイパーはね、クランの方々と一緒にやったという感じで、ちょっと静かなね、夜なんで静かな感じの動画になってしまいました。まあ、次の動画はね、ハキハキと大きな声で、というね、いつも通りやっていきたいと思います。というわけで今回はここまで。皆さんご視聴いただきありがとうございました。屋上。